こんばんは、庭忍です。この動画は数分間謎解きミステリー問題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話はエロ社大さんのスクールデイズ。問題は32人目の人物 X は誰か。それではどうぞ。主な登場人物、伊藤誠、神野学園に通う男子生徒、酒井の彼氏だが最近琴野のことが気になる酒井、神野学園に通う女子生徒、伊藤の彼女、最近体型を気にしてダイエットをしている琴野、神野学園に通う女子生徒、酒井の友達、最近伊藤のことを意識しているようだが、今日は神野学園の修学旅行。学園の生徒たちは目的地の伊豆に向かうバスに揺られていた。あ、見て、素敵な船。窓の外を見ていた酒井が声を上げる。本当ですね。私のお父さんもあんなヨットを持っているんですよ。今度三人でクルージングでもしたいですね。それ、いいね。でさ、あの子、宮田と別れたんだって。マジ？こないだまであの二人ラブラブだったじゃん。なんか宮田のやつ、三組の明美と二股かけてたらしいよ。女性と D がボストンバッグから携帯電話を取り出す。記念にバス内の全員のムービー写メ撮るよ。それは無理だよ。俺、九州男児だからさ。そうなんですか？あ、ところで、この前プレゼントしたトランクス、サイズ合いました？ぴったりだったよ。私、バスに酔ったみたい。その直後、バスの運転手が心臓発作を起こし、バスは谷底へ転落してしまった。この事故でバスに乗っていた全員が死亡。バス内から見つかった死体は32人。だが、事故直前に撮られた、女性と D の携帯ムービーを警察が調べた結果、生徒の数は28人、撮影者を含む、引率の教師1人、運転手1人、バスガイド1人で人数が合わなかった。携帯ムービーに映っていない男性1人の遺体が発見されたのだ。警察署の仮眠室にて、新米警官ハルトがベッドに横になり、天井を見ながら先輩警官ベアトに話す。それにしても嫌な事故でしたね。全員死亡でしょ？でもなんで一人多かったんでしょうか？現場検証した俺はすぐに分かったぜ。そうだ、明日の昼飯かけて推理ゲームでもするか？面白そうですね。一人多かった遺体の正体を当てれば僕の勝ちですね。そもそも証拠の携帯ムービーは信用できるんですか？それはお前も見ただろう。車内の取りこぼしはあったか？確かに僕も見た。車内すべてが撮影されていたと思う。では意図的に隠れていた人間がいたんじゃないですか？意図的に隠れていた人間はいない。じゃあ、事故のせいで車内に入った人間がいた？事故の結果及び事故後に車内に入った人間はいない。でも、おぼろげながら見えてきましたよ。復唱要求。32人目の人物 X は最初からバスに乗っていた。復唱要求を受けよう。32人目の人物 X は最初からバスに乗っていた。
これは復唱できますか？32人目の人物 X は最初から死んでいた。いや、真実じゃないことを語ることはできない。なるほど。では続いて復唱要求。人物 X の名前は判明している。復唱拒否だ。そんな。まあ、ゲームを面白くするためだ。復唱拒否したからといって、それが嘘とは限らんぞ。実際は復唱可能だが、惑わす意味で復唱しなかった可能性もあるわけだ。わかりました。もうそろそろ確信をついたらどうだ？なら、ここでチェックメイトですよ、先輩。復唱要求。人物 X は18歳以上である。この復唱要求には応じられないはず。これで僕の勝ちだ。復唱拒否と言いたいところだが応じよう。人物 X は18歳以上である。嘘だ。おかしい。先輩は嘘をついている。問題。32人目の人物 X は誰か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。